テレポビズ。2009年に埼玉県で起きた死亡ひき逃げ事件で、長男の孝徳君を失った遺族の小関代理子さんが今日法務省を訪れ、死亡ひき逃げ事件の時効撤廃を求める署名およそ9万人分を提出しました。目撃情報が乏しく、犯人が未だ逃走を続けている状況を受け、小関さんは逃げることを考えない社会にしてほしいと訴えました。事故は過失がほとんどっていうふうに言われましたけれども、逃げた時点で故意犯だと思うので、殺人と等しいということで法律改正を求めて話してきました。